あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。ちょうど今前の村長さんが遊びに来てくださってるんです。せっかくなのでちょっと紹介させてください。ことぶきさん、いかにも、おいでよん出てきたね。いかにもわしがあゆな村のかつての村長ことぶきじゃ。ここのかつての村長もことぶき。お前さんが噂の新しい村長あゆなじゃな。元村長としては様子が気になってたまに遊びに来るんじゃが、今日はお前さんに会えて何よりじゃよ。ちなみにわしは今ここからずっと奥の南の島で余生をエンジョイしておるんじゃ。ああ、そんな感じの服装だな。常夏のリゾートアイランドじゃよ。ええじゃろ。フェフェフェ。そうじゃ。お前さんも仕事はほどほどにして、たまには島に遊びに来てリフレッシュするとよいぞ。ん？生き方を詳しく教えてやるから、後で浜辺の船着き場に来るのじゃ。じゃあまた後での。まあ、南の島に行けるだなんて羨ましいです。実は私も以前から招待していただいてるんですが、なかなかお休みが取れなくて。なんだかんだでまだ一度も行ったことがないんですよ。ほう。また遊びに行かれたらお土産話でも聞かせてくださいね。あ、いかんのやしずえさん。あ、すみません。話がそれちゃいましたね。では、お待たせしました。それではごゆっくり。今日は何も届いていない。こんにちは、あゆなさん。今日もお元気そうですね。ところでどうかなさいましたか？話しに来たよ。私のお部屋に新しい家具を置いて気分を変えてみようと思うんです。でもぴったりなものが見つからなくて。あゆなさん、もしいいなと思うものを見かけたら私に持ってきてください。今なんか家具は、フルーツ絨毯あげるよね。いっか。フルーツ絨毯あげる。家具なんかな。まあ私にご用ですか？ですの。家具ではない気がするな。ない。ごめんね。わかりました。ではまたですの。家具なんか持ってなかった私。棚に。5時か。なんかあるね。アジアのベンチ。じゃあアジアのベンチあげよう。よーいしょっと。なんか服いっぱいあるな。なんだ、ほんともうこれ洋服ダンスだよね。よいしょ。ん？なんか絨毯戻ってきた。よいしょ。これで OK かな。そういえばそろそろ被り物とかちゃんと買わんといかんな。飴も買ってないや。あいなちゃんだ。こんにちは。でし。ところで僕にご用なの？おしゃべりしよう。突然だけど今から一緒に僕ん家行こうよ。たまにはお家で遊ぶのもいいと思うんだ。でし。まあいいよ、行きたい。よーし、それじゃあ出発。ここやった、アンチョビくん。よいしょ。着いた。ちょっと待っててね。でし。なんか同じメンバーの家にしか行きよらん気が。さあ入って入って。です。好きなだけくつろいでね。僕もくつろいでるから。です。今日は鳥の服着てるんだね。安心してね。君の嫌いな虫さんは出てきたりしないよ。お、虫が嫌いだって知ってるの？私の実況の声が聞こえているのだろうか。安心してね。君の嫌いな虫さんは出てきたりしないよ。うん、聞いたよ。あ、これかわいいじゃない。ほら、何もできない。僕のお家意外と綺麗でしょう。実はさっき大掃除したんだ。でし。あ、てかちゃんとさ、こうやって、てかこれ私があげたやつか。あげたやつだった。ちゃんとこうやって飾ってくれるんよね。へえ。自分であげたものかわいいじゃんとか言っちゃった。うふふ、僕のお部屋気に入ってくれた？いいお部屋って真似したくなっちゃうでしょう。この中にもし欲しいものがあったら譲ってあげるよ。でし。欲しいものある？そっか、じゃあ何が気に入ったか教えてくれる？じゃあこのソファ座った。ちょ、邪魔なんだ君。ちょ、どう言ってくれないかな。え、ちょっと待って待って、びっくりした。
まさかの動物の森で積んだかと思ったわ。はい。それは大事なものだからちょっと無理かもです。マジか。じゃあ時計は？振り子時計か。それ僕のお気に入りだ。でも今日は特別、1600ベレで譲ってあげるよ。1600年。じゃあいいよ。それで、それじゃどうぞ。へい、ありがとう。じゃあ今日はもうこのぐらいでいいや。僕のお風呂だけど大事にしてね。じゃあねー。あれ、もう帰っちゃうの？じゃあ最後に僕から質問。このお部屋どうだった？最高。君が褒めてくれるなんてちょっとびっくりだよ。アンチョビくんは褒めたんだよね。もしかして君の実家ってこんな感じなの？じゃあね、あゆなちゃん、もうちょっと遊びたいけどお別れだ。でし、アンチョビくんは褒めてよくって、カルロスはそんな褒めなくっていいわけだ。ん、なんかいた今。あ、そっか、千歳さん渡さないと。まあ、あゆなさんですの。ところで何かご用ですか？こんなのどう？これアジアのベンチ。ほい。はい。和風な家にアジアのベンチどうだ？まあ、アジアのベンチ。お家に帰ったら飾ってみます。マジか、絶対浮くよ。では、持ってきてくださったお礼を差し上げますね。ね、絨毯？水玉の絨毯です。どうもありがとうございました。ちょっと敷いてみようと。お、カルロスじゃねえか。へい。やあ、アイナさん、元気そうで何よりだ、ベイビー。ところで、僕に何か用かい？お話ししよう。最近、エイの存在が僕を魅了してやまないんだ。アイナさん、もし釣ることができたら持ってきてくれないか？まあ、釣ることができたらね。それじゃあ頼んだよ、アイナさん。エイね。そっか、びっくりした。家がでかくなってる。そうか、そうか。てか、一瞬なんでこんなギュッて置かれとんかと思った。そっか、こんな感じなのか。すげえな。ねえ、でかくなったよ、でかく。お部屋、素敵。これで、これでやっとさ、みんなと同じぐらいの部屋の大きさかな。ぽいよね、ぽいよね。なるほど。あ、違う。みんなこんな感じなんやね。素敵じゃねえか。で、このカニの時計いらない。カニの時計いらなくって。よいしょ。よいしょ。よいしょ。OK。で、この辺に、時計。あ、間違えた。何時かにはもういい。振り子時計。素敵素敵。こっちの方が絶対合ってるよ。てか、このね、ソファーと絨毯がちょっと一体化しとるよね。この水玉な絨毯。ああ、こっちの方がまだいいかな。でもなんかね、部屋の雰囲気的にはさっきの方が好きなんよね。でもこのソファーが合ってないっていうね。まあ、とりあえず。あ、こっちじゃない、こっちだ。ね、前回だいぶ話したけど。いらっしゃい、手作りファッションの店エイブルシスターズへようこそ。みぞれちゃんがいる。アクセサリーコーナーの方見てるけど。あゆなちゃんじゃん、やっぱおしゃれな人はここに来ちゃうよね。そういえばどうしたの？世間話でも。試着してみないと似合うか分かんないこと結構あるよね。まあね。あさみさん。あら、アイラさん、お元気そうで何よりです。おう、普通に話す。せっかくいつも来てもろてるのに、お茶の一つもお出しできなくて、堪忍ね。まあ、お店だからね。あと一人働き手がいてくれたら、お話のお相手もさせてもらえるんですけど。もう、姉ちゃん、またそうやってないものねだりして。ことの姉ちゃんも戻ってきてくれたことやし、これからは姉妹3人で力を合わせて頑張っていこうって約束したとこやないの。こういうなんか、ね、内部事情が聞ける。
ふふふ、そうやったね、キヌちゃん。堪忍堪忍。そんなわけでアイナさん、大してお構いできませんけど、いつでも気軽に寄ってくださいね。うん、いい感じだ。でさ、なんかの被り物が欲しいんだけどさ、被り物はないのかい？あ、被り物こっちかな。そういえばこっちに帽子とかいろいろ、あ、あったあった。これ。そちらの商品は白いキャップ、あ、違う違う違う、それじゃない。320ベルいらないよ。あ、試着できるんやね。おやめになるんですね、かしこまりました。これこれ。そちらの商品は骸骨の被り物でございます。お値段は1031ベルになりますが、いかがなさいますか。高えな急に。ちょっと試そう。ブサイク。まあクレイジーな雰囲気が出て大変よくお似合いですよ。ちなみにお値段の方は1031ベルになりますが、いかがなさいますか。買っちゃう。あ、このままつけていくとこもできるんやね。ありがとうございました。確かに1031ベル頂戴いたしました。ふんふん、オッケー。何これ、販売許可証かなんかかな。これ何、マスク。そちらの商品はパックでございます。普通に美容。お値段は400ベルになりますが、いかがなさいますか。いや、いらない。だってそれつけて出歩くの？おかしいじゃん。家の中でつけようよ。何これ、流し台？違うか。ありがとうございましたとかないんか。よし。ほらほら、みぞれちゃんがレジのカウンターの中見よりは危ない。大きに、またどうぞ。んで、他は。特に何もないのかな。ジョーロは？あ、置いとる。いらっしゃいませ。ジョーロ、ジョーロ。それはジョーロだよ。値段はね、そうそう、500ベルだ。これ、買ってくれるの？買っちゃう。わーい、ありがとう。へいへい。なんかすごい上の方までお花置いとるね。またねー。んーで、ここは新しいもんなんかあるかな。お、なんだあれ、キッチン？いらっしゃいませ、ダナも。あ、てか、飴がいるんだよ。あ、すごい。え、すごい、これ。かわいいんだけど、超。クレーンゲーム置いとるよ、これ。そちらの商品はクレーンゲームでございます。お値段は1680ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？え、めっちゃ欲しいんだけど。買っていい？買うよ。毎度ありがとうございます。1680ベル、間違いなく頂戴いたしました、だのも。んで、飴も買っとこ。そちらの商品はラッピングペーパー、違うわ。お値段160ベル、いらないいらない。そっちじゃなくて、こっちね、こっちの飴。そちらの商品は飴でございます。このシーズンのみ販売の期間限定商品となっておりますので、お見逃しなく。お値段は400ベルとなっておりますが、いかがでしょうか。買っちゃう。毎度ありがとうございます。400ベル、間違いなく頂戴しました、ダナモ。オッケーオッケー、ありがとうございました、ダナモ。うんうん、オッケーオッケー。ほらほら、いっぱいなってるよ。美味しそうなオレンジがいっぱいなってるよ。さあ、取りまくろうぜ。取りまくって、売りまくって、自給自足。お、もうしまえない。あれ、そんないっぱいあったっけな。じゃあとりあえず売りに行こう。ローンも払わんといかんしね。 あと募金も、募金？寄付も。お、チャス。あら、いらっしゃい。はい、何？買い取って。買い取りのご相談ね。何を持ってきてくれたの？いろいろ、コオロギ。あー、クレーンゲームじゃないよ。コオロギに、そうそう、クレーンゲームも置きに帰ろうっと。あと、飴とかぶり物は預けとこう。これで全部かしら？ちょっと計算するわね。それじゃあ、全部で760ベルでどうかしら。なんか最近安くない？気のせいかな。あ
ありがとう。また一戦持ってきてね。うんうん。それって私が置いたやつじゃない？違う？このよくある壁紙気になるなぁ。って、お前のじゃん。お、買って買って。どう？ぶっちゃけこれお買い得か？買えなよ。おー、そっか。お前がそう言うなら買うっけないよな。すいません、これください。やった、目の前で揺れる。はーい。そうだ。せっかくお前がいるんだし、直接お金払うよ。お、ありがとねー。おし。今日はいい買い物ができたよ。お前もアドバイスくれてありがとな。アドバイスつうか、私は売りたかっただけだぜ。これも買ってくれたら嬉しいな。ねえ、こっちおいでよ。見なよ、これ。邪魔だよ。アルパカさん邪魔だよ。名前忘れたけどさ。今度はそれを見てるのか。ありがとう、また来てね。じゃあとりあえずあのかぶり物と飴を預けてきておこう。どれやっけ。あ、ん？骸骨のかぶり物。はあ、かぶってる。最初にもらったものが骸骨のかぶり物じゃねえかよ。なんてことだ、テンションだだ下がりだよ。やってられないよ。うろ。お、ペリオさん。村長さんどうも。見ての通り午後の配達だよ。頑張ってね、ペリオさん。ていていてい。ことぶきさん。おう、あゆな、ちゃんと約束通りに来てくれたんじゃの。はて、じゃが何の約束じゃったかの。記憶力。おう、そうじゃそうじゃ、南の島のことじゃったな。わしの住む南の島は世界中の人が遊びに訪れる常夏のリゾートアイランドなんじゃ。じゃからほれ、秋じゃろうがなんじゃろうがアロハシャツ一枚でへっちゃらじゃよ。島にはこの辺りでは見られない珍しいものがいっぱいあるぞい。ビーチでまったり過ごすもよし、ツアーに出かけてがっつり休みもよし、まさにパラダイスじゃよ。ツアー。島へ渡るための船はこの船着き場に着くからの。早速明日からこの村にも立ち寄るように係の者に伝えておいてやろう。てかなんでさ、自分がもともと村長してた村に立ち寄らないようにしてたんだよ今まで。じゃあ村長の仕事頑張るんじゃぞ。また近いうちに島で会おう。フェフェフェ。ほうほう、ありがとうございます。あ、そうそう、クレーンゲームを置こう。間違えた、自分の家を破壊するところだった。この辺に置く？こっち？いや、こっちだね。ウキウキするぜー。クレーンゲーム。ほい。ふぅ。いいね。いいね、いいね。はぁ。すごい。ね、すごい。ほらほらほら。取れねんかい。でもすごいね、ちゃんと動くよ。もうなんかさ、あのデザイン性もクソもないけど超かわいかった。超かわいい剣買っちゃった。よいしょ。ちょっと村長の私がね、お金を掘り当てよう。え、なんか今スコップ持ち出したね。真似しないでよ。アンチョビくん、ちょっとそこ邪魔。あ、いても出るんだ、ちゃんと。よかった。あ、あと1個出なかったじゃん。なんなの、なんなの。200ベル、これで OK。 で、今日拾ったものたちをまた売りに行こうと。こうやって荒稼ぎをする村長、みんな見習えよ。生活の知恵だぜ。宝貝殻、宝貝の貝殻、骨貝の貝殻、いろいろあるよ。はい、オッケー。これで全部かしら。ちょっと計算するわね。それじゃあ全部で1530ベルでどうかしら。売っちゃう。ありがとう、また一点持ってきてね。へい、何黄昏れてんの。チャス、ありがとう、また来てね。
ってことで、あの公共事業、公共事業のさ、どこだ？もうちょっとこれか。こんにちはでございまひ。ただいま釣り場所を作るための募金をしておりまひ。目標の12万8000ベルに向けて現在7686ベルの寄付が集まっておりまひ。目標まであと12万314ベル、1ベルから受け付けておりまひので、ご協力よろしくお願いいたします。協力しちゃう。じゃあちょっと待ってね。また1101001000。はい、ご協力ありがとうございました。でちょっとあの家のローンも払ってきとかんとね。ローン、ローン。お、ペリオさん頑張ってね。よし、こっちしたね。いつもなんかあっこ扉と間違えるよね。なんでやろ。よーし、いらっしゃいませ、アイナ村郵便局へようこそ。あ、違うわ、話しかけるんじゃない。本日は何をご利用でしょうか。別に。そうですか、ではまた何かございましたらいつでもお越しください。ふんふん、よいしょ。いらっしゃいませ、ご利用になりたいメニューをお選びください。あれ、ローンはあれかな、直接たぬきちんとこに行かんといかんってことかな。え、あのなんか増築のためのローンあったよね。いらっしゃいませ。あ、アイナさん、どうもどうも。お家大きくなってたでしょ。うんうん、なっとったよ。ちょっとでもお部屋が広くなってよかったんだもん。ということで今回の増築の代金として98000ベルローンを組ませていただきます。あ、今からか。あ、お支払いは今回も郵便局の ATM でお願いするだもん。よろしくお願いします。たらも、ふんふん。あ、そういえばさ、お部屋は、お部屋の査定どうなった。ようこそハッピーホームアカデミーへ。現在室内のインテリアに対する強化サービスを行っております。それでアイナ様、本日はどうされましたか。評価を聞く。では改めまして、朝6時に行われました審査の結果をお伝えいたします。まず得点ですが、得点は2505点です。前回何本やったっけ。アイナ様のお部屋は部屋の広さと家具の数のバランスがとても良いですよね。お部屋のバランスを考えて慎重に家具を選ばれているのがよくわかります。ではその家具の中から審査員のコメントのついたものをピックアップしてお伝えいたしましょう。ふんふん。まずはスカンジナビアのソファーですね。こちら家具単体としての点数はそれほど高くありませんが、これだけ集めている有名なコレクターの方がいるという話で話題になっていました。へえ、そうなんや。それと、あ、ぜひこれについては言わせてください。何時間に時計ですね。こちらが効いています。え、のけたんだけど。手に入れるのにリスクや努力を伴ったアイテムというのは自然と強い存在感を放つものでして、お部屋に一つ置いておくだけで雰囲気を引き締める効果があるのですね。まあこんなところでしょうか。あれ、何時間に時計って何で手に入れたんやったっけ。なんかそんなリスク背負っとった、あれもらうのに。それでは最後に今後のアドバイスを一つ。アイナ様はお部屋のテーマというものを意識されたことがありますでしょうか。うん、パッと見た感じだね。部屋全体の家具の雰囲気がなんとなく似ている。それだけで評価は変わってきます。ハッピーホームアカデミーではこの家具の雰囲気のことをインテリアテーマと呼びまして、オリエンタル、ナチュラル、アンティーク、スタイリッシュ、メルヘン、サイエンス、ホラー、ホビーの8つで評価しております。部屋のテーマでさ、サイエンスとかホラーっていうのはなんだ。雰囲気を揃えるためにはある程度の数の家具が必要ですが、ま、言ってみればこれはセンスの勝負ですのでね。自信があれば挑戦してみてください。ちなみに現在のアイナ様のご自宅の規模ですと理想は1万から1万5000点とされています。え、全然やん。まあレイアウトは無限ですので、これ以上になる事例も珍しくはありませんが、参考になりましたでしょうか。それではアイナ様、これからもより素敵なお部屋を目指して一緒に頑張っていきましょう。なんだかね、これ何？え、家の外観みたいなの変えれるってことかな。ありがとうございました。じゃあこれでローンを払おう。よし、
いらっしゃいませ。ご利用になりたいメニューをお選びください。ローン返済。タッチスクリーンを操作してください。9万8000ベルやろう。なんかあっという間に返せそうやね。一十百千万。一十百千万。はい、1万ね、とりあえず。お客様のお借り入れ残高は8万8000ベルでございます。ご利用ありがとうございました。ふんふん。ということで、今回この辺で終わっとこうかな。はい。ということで、今回この辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。次回から島に行けるようになるってことやんね。